子どもの骨折、大人と違う？シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。お姉ちゃんのレイカちゃんは妹の京香ちゃんのお世話をするのが大好き。今回ヒロのママからこんな質問が。子どもの骨折はわからない場合があると聞きました。どうしてですか？お答えするのは武田スポーツ&ビューティークリニック整形外科リハビリテーション科の武田康史院長です。子どもの骨は大人に比べとても柔軟性があります。そのため大人の骨折のようにポキッと完全には折れず、若木の枝を曲げた時のようにしなる不完全な折り方をすることが多くあります。曲がり方が小さいと症状も軽い上に腫れも少ないことがあります。またレントゲンを取っても骨折部の骨の曲がりが明確に見えなかったり、関節の近くの損傷などは映らない場所があったりと見抜けない面があるのです。知ってる？子どもが骨折しやすい部位はありますか？子どもの骨折で多いのはこの頭骨という部位です。頭骨とは手首の親指側の太い骨ですが、子どもが高所から落ちたり転んで手をついた時に損傷しやすい部位です。痛がって激しく泣く、その逆であまり痛がらないのに使わない、皮膚の一部がひどく腫れたり内出血がある、力が入らない、向きがおかしいという場合は骨折を疑い、必ず整形外科を受診しましょう。子どもの骨は驚異的な速さで回復していきますが、骨の成長に関わる骨端線が損傷していた場合は将来的に手関節の機能に支障が出るタイプがあるので、整形外科で判断してもらってください。子どもの骨折は早期の治療、そして経過観察が大切です。骨折は痛いから遊ぶだけ気をつけるんだよ。はい。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。